愛かわいしょって言います。いや、分かってるわよ。分かってる。で、そっくりさんですね。あ、分かってる。昨日からね、分かってた。昨日から分かってたんだけど、いや、ここで会えたなんて、いや、素敵だわ。やっぱり素敵ね。やっぱり違う。いや、そっくりさん、いや、ち、分かんなかった。黙っとくから。フレンチトーストパッと取って。じゃあ、失礼しますって言ったら。一人の女性が非常に幸せそうな顔して私を見てくれましてね、私も実はまあ嬉しいことなんですね、そういった間違いは、ということでべっぴんさんに会えて、今日はべっぴんさんを飲みたいなと思いまして、この山形のべっぴんさんをこちらに、持ってまいりました。ちょっと行きたいと思います。べっぴんさんね、これ前去年から飲んだ覚えがあるんですけど、久しぶりだとね、またこの味に出会えたって味になるんですね。それでは乾杯。うん、香りもいいし、すっと飲み心地、飲みやすい。うん、純米吟醸、さすが高級感あります。で、飲みやすいです。お酒ちょっと苦手だって方もね、日本酒ちょっとうーんって方もこれ飲みやすいと思いますんでね、さすがべっぴんさんです。あ、そうそう。で、山形のお酒いろんなご紹介してますけども、これ、頒布会がまた始まりました。じゃーんってことで、300ミリのちょっと小瓶ですね。これが、3ヶ月間届けられるということで、いろんなお酒が堪能できます。そして、もう1ヶ月プラスしたプレミアムコースっていうのがありまして、特別コースが4ヶ月ということですね、ありますんで、これお好きなものを全部ね、飲んでみてください。もう本当に、かなり個数が決められてますので、あっという間になくなるそうですから、ちょっと詳しくは URL 貼っときますので、ちょっと日本酒ちょっとずつ飲みたいななんて方はね、こちらの山形の生酒、ぜひね、堪能してみてください。ということで、久しぶりだな、べっぴんさん。ということで、もうちょっと飲みたいと思います。皆様、今週も来週も頑張ってまいりましょう。お疲れ様です。